フィリケーテリア。フィリケーテリアは19世紀前半にオスマン帝国統治下のギリシャにおいて活動した秘密組織。トルコの支配を廃し、ギリシャ人による独立国家を設立することを目的とていた。フィリケーテリアのメンバーはロシア帝国に在住するギリシャ人が中心となっていた。バルカン半島でのロシアの影響力を拡大しようとするロシア政府が組織に 物質的援助を与えていたと言われる。彼らの決起が1821年に始まるギリシャ独立戦争の行使となった。オスマン帝国の弱体化に伴い、ロシア、イギリス、フランスの欧州列強三国による覇権争い、いわゆる東方問題が発生していた。その中、ギリシャは1774年にロシア、オスマン帝国間で、 ユチュクカイナルジャ条約が結ばれたことにより恩恵を受けることとなり、ロシアの保護を得たギリシャ商人らの活動が活発化することになった。そしてフランス革命が勃発したことにより、地中海東部からフランス商人らが消えたことにより、その代わりをギリシャ商人が務めることとなった。これらの活動はトルコの首引きから抜け出しており、ギリシャ人らに 独立の機運を高めることとなった。そして1800年、ロシアの保護下ではあったが、イオニア七島連邦国が短期間ながら設立され、憲法の制定などの政治的権利がギリシャ人らに与えられたことはギリシャが独立へ向かう一歩となった。その最中、18世紀末のウィーンにおいて、フランス革命の影響を受けたリガス・ベレスティン・リスはギリシャ独立を目指して、 秘密結社を組織した。ベレンスティン・リスは、フランスで力を増し、ヨーロッパを接見していたナポレオン・モナパルトがギリシャに、入った際には放棄することを計画していた。ベレンスティン・リスは、ルメリ、小アジア、エーゲ海諸島、およびバラキア・モルドバ住民の新政治体制を着し、オスマン帝国からのバルカン諸民族を解放して、ギリシャ共和国を建国する意を持っていたが、これは、 オスマン帝国の知るところとなり、ベレンスティンリスは逮捕され、公主刑に処された。しかし、この遺志はギリシャの人々に受け継がれ、1809年にパリでヘリノグロッソンクセノドキをギリシャ語ホテルの意味や1812年にはアテネでフィロムソスといった秘密結社が設立さ、さらに1814年ウィーン会議の最中、 バイエルンのルートビッヒ一世やロシアのアレクサンドル一世ら、著名なギリシャ独立支持者らによって支援を受けたフィロムススエテリア、フィロムース協会ともが設立され、ロシア外交官でギリシャ人のヨアニス・カポディストリアスが会長に就任していた。その秘密結社の中で最も重要な存在となったのがフィリキエテリアであった。フランス革命により弱キされた。 民族主義の波がヨーロッパを広がるにつれ、コンスタンティノープルの陥落から、オスマン帝国に支配されてきたギリシャ人の間でも独立を求める声が現れ始めてきた。1814年ロシア帝国の都市オデッサで3人のギリシャ人が会合を持ち、ギリシャでの革命を目指す秘密組織を設立した。参加したのは、アルタ地方のニコラオススクハス。 パトモス出身のエマニュエル・クサントス、イピロス出身のアタナシス・サカロフラ・ロシアに在住していたギリシャ商人らであった。スクファスはカルボナリに参加していたコンスタンティノス・ラドスと連絡があり、クサントスはレフカダ等のフリーメイソン・ロッジのメンバーであった。サカロフはフィリケーテリアとは別のハントルコ秘密組織の創設者であった。フィリケーテリアはしばた,たく間に組織を拡大することに、 なり、1814年から1816年に、かける期間には入会者が20名に至っており、1817年には、構成員は、オスマン帝国領内のギリシャ人らにとどまらず、ロシア、モルドバ、ワラキア各地に在住するギリシャ人から構成されるようになった。組織はさらに拡大を続け、1820年には、イオニア諸島を含むギリシャのほぼすべての地域と、 キリシャ人が多く重生を中央の外国の都市に広がっていた。1821年の初めにはメンバーの数は資料で確認できる数字は1000人、実際には2000人から3000人までに至り、貿易省、役人、ファナリオティスなどからなった。フィリケーテリアはカルボナリア、フリーメイソンを参考に組織化され、異界性や入会儀式が取り入られた。指導部は自らを インビジブルオーソリティと称して徹底的な秘密主義をとっており、周囲のメンバーの多くは、指導部にはギリシャ人にとどまらず、より重要な人物、例えばロシアのアレクサンドル一世が支持していると広く噂していた。実際には、この指導部は三人の創設者からなっていた。1818 18年までに5名のメンバーが追加され、スコーファスの死後にはさらに3人が指導部に加わった。 1818 18年には名称を十二使と委員会に変えた。フィリケ・テリアの会員にはあらゆる社会集団に属するギリシャ人らが所属していたが、このことはギリシャ解放という目的については一致していたものの、その手段については即座に革命を起こすべきであるとする革命を主張するものから、 ヨーロッパ各国からの保証を得た上で行動すべきとする日和見主義的戦術を主張するものなど様々な主張が存在した。1818 18年になるとフィリキエテリアの本部はオデッサからイスタンブールに移動した。スクファスの死後、誰を指導者とするかが問題となっていた。そしてさらにエテリアはロシアに接近して援助を獲得しようと考えていた。 そのため1809年からロシア皇帝アレクサンドル一世の外務次官を務めており、ヨーニア七島連邦国で行政に携わっていたヨオアニスカポディストリアスへ総司令官への就任を2回に渡って要請し、しかしカポディストリアスは外交経験が豊富でウィーン会議にも参加したことからナポレオン時代のヨーロッパの勢力均衡を壊す。 可能性のあるフィリキエテリアの願望が失敗することが、駅に想像できたことから、これを断った。その後1820年4月に、ファナリオティス出身のロシアの将校、自由主義者でフリーメイソン会員でもあった、アレクサンドロス・イプシランディスが、クサントスの要請を受諾し、指導者に選ばれたが、これにより、保守主義者らがエテリアの主導権を握ることとなった。彼はそれまで、 不明確であったエテリアのギリシャ解放を計画、軍事放棄に向けて準備を整えていった。エテリアは保守主義者らが主導権を握っていたが、革命主義者らは1820年に派生したイオアニアのケマルパシャの反乱など、オスマン帝国各地で発生している大衆、パシャらの反乱など、オスマ帝国の弱体化が進んでいることから革命に躊躇している。 人々の説得に成功、革命を行うことを宣言した。翌1821年3月6日に、イプラシンディス率いる一体が、ロシアオスマン帝国国境のプルト川を渡り、モルドバへ侵入、モルドバ、ワラキアで革命を宣言した。これ時を一置にして、ギリシャ本土、ペロポネソス半島、エーゲ海の当初などで、リケオスパパフレサスや、各結社らが革命を宣言。 ギリシャ独立戦争が開始された。反乱軍は23日に、ペロポネソス半島の都市からまたを制圧し、マケドニア、クレタ島、キプロスなどにまで反乱は広がったが、後に、ペロポネソス半島、ギリシャ本土、その周辺の島々、エーゲ海島所部では、サモス島のみなどに活動が限られる結果に至った。しかも、ギリシャの独立に焦点が絞られていたため、 イプラシンディスの軍は、現地の住民からの支援を受けることができず、エテリアに協力して放棄した、ワラキアのトゥドル・ウラジミレスクなどは視野が、革命に否定的であることを感じるや、イナやギリシャ独立とは別に、ワラキアの独立を目的とした。そのため、ウラジミレスクは、イプシランディスに捕らえられ処刑された。そのため、ワラキアは、オスマン帝国軍によって速やかに鎮圧された。 イプシランディスの行動に対して、列強国は、冷淡な態度を示した。特に、フィリケーテリアが支援を期待していたロシアは、イプシランディスのロシア軍籍を剥奪、オスマン帝国軍が、フィリケーテリアを鎮圧することを許可した。そのため孤立化したイプシランディスらは6月にドラガシャ2の戦いで、オスマン帝国軍破れて壊滅、オーストリアへ逃亡した、イプシランディス自身も、 当地で逮捕された。しかし、反乱そのものはギリシア全土にさらに広がり継続していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。